どうも、ロードシルクチャンネルへようこそ、シルクロードの個人チャンネルでございます。本日の動画は、ポケモンカード開封ボックスではないです。オリパです。じゃん、こちら。こちらね、秋葉原にあるクローブベースさんにね、行ってまいりました。クローブベースで、これね、買ったんですけど、これどういうオリパかっていうと、一口が、3万円のオリパです。それをですね、10口買いました。30万円分ですね。なぜ、その、オリパを買ったかと。しかも10口も。これね、理由があってですね、ラストワン賞ってオリパにね、あるんですよ。で、ラストワン賞って何っていうのは、一番最後のやつを買うと、そのラストワン賞もついてくる、みたいな感じのやつなんですね。最後に買った人はお得なんですよ。クローブベースさんね、2024年になって、なんかオリパのコーナーがちょっとね、拡大してたんですよ。で、ああ、いろんなオリパあるなーと思ったら、10口残ってる、その、まあ、3万円オリパっていうのがあって、そこのね、当たりとか見てみたんですけど、メイの SR とかですね、ナギの SR、シールドマリーの SR、一番ね、ど真ん中にいたのが、ポンチョを着たピカチュウの、リザードンのやつですね。グレンダイブっていう、こう、ハテナの技を持ってるやつ。これ当たり引いたらかなりでけえぞと。まあ、シールドマリーなんかね、一番僕が紹介してるのもあってね、1枚だいたい12万ぐらいすんのかな今。前はもっとしましたけど、3万円の口から、そういう十何万のカードとか、まあ、8万とかのカードもね、出てくるわけですよ。これはね、かなりいいなと思って、全体が48口くらいあって、まあ、残り10口だったので、しかもラストワン賞も見えてたので、あ、じゃあこれは買った方がいいなと。で、ラストワン賞が、ヒガナの SR だったんですよ。これは、まあ、いいなと思ってね、買いました。それをね、今回は開けていきましょう。早速、こちら開けましょうか。シングルカードね、まあ、見に行ったら、ちょうどあったので、なんかこう、これはいいなと思って、買ってまいりました。ちなみにね、これ、ラストワン賞なんですけど、一応ね、中身確認のために、ね、開けちゃいました。見てみましょう。さあ、これですね。ヒガナ SR です。まあ、ヒガナといえばね、ヒガナの決意とかね、あと、まあ、レッグーザと一緒にね、イラストで写ってましたね。僕、一番最初に使ったね、デッキが、レッグーザ VMAX のデッキなんでね、なんかこう、ヒガナは、スペシャルアートかな、レッグーザ V の方のに写ってて、なんかこう、ちょっとね、馴染みがあるというか、うん、思い出の、なんかこう、カードっていう感じなんですよね。まあ、トレーナーか。このカードは前の相手の番、自分のポケモンが傷してなければ使えない。自分の手札にある基本エネルギーを2枚まで自分のドラゴンポケモンに1匹につけると。これ、レッグーザにね、すごく最適な効果持ってますね。ちなみにこれがね、今9万9000とか、そのぐらいまでしますね。だからこれ1枚で、オリパで言うと3口分ぐらいあります。これお得だよね。もうラストワン賞はね、これはもう持って帰ろうと。ラストワン賞、ラッキーです。まさかね、ゲットできるとは。僕自身ね、ラストワン賞をそんなにこう、なんか持って帰ったことがなくて、過去にね、多分あっても1、2回 ?1 回ぐらいかな、だと思うんですよね。まあでも、まあ、ヒガナはこれ10万円いかないくらいの価値なんですよね。で、3万円オリパなんで、まあ、ハズレっていう一例のところ見てみたんですけど、そしたらね、ミライドンの SAR とか、まああとギラティナ V スターとか、アルセウス V スターとかの UR、まあ1枚ね、1万円ぐらい。で、良ければ2万ぐらいするみたいな。で、もし当たりがね、1枚でも入っていれば、これはね、30万円超える可能性全然あるなと思って、まあ、これを買っていいなと思って、10口買いました。さあ、開けていきましょうか。3万円って書いてますね。これが10口あります。開けましょう。それではね、一口目開けていきましょう。よいしょ。まあ、クローブオリパさんね、かなりこう、面白いオリパいっぱいあるんでね、人気も高いし、楽しみです。いきます。せーの、一口目。ブルーの探索。あれ、ブルーの探索って結構高くない？あ、でもこっちのイラストはそんなだったかな。2万ぐらいだった気がするな。このブルーの探索。初っ端、ブルーの探索の SR 出ました。これ2種類あるんだよな。確かね、ゼニガメが映ってたやつかな。うん、なんかね、こう、映りが違うブルーの探索あるんですよ。そっちがね、4、5万ぐらいした。こっちは、多分2万ぐらい。1から2万。まあ、2万だと思います。うん。ラストワン賞のこの、ヒガナとブルーの探索。これで大体、見立てだと12万。いかんぐらいか。まあ、11万ぐらいかな。だと思います。まあ、今ので11万だから、あと20万円分当てればいいと。だから、あと9枚でしょ？の中から、そうだな、1枚当たりと、まあ、他ね、1万から2万円の当たりを出せばいいと。それでは行きましょう。2口目。さあ、スッと開けて。いきます。2口目。せーの。あー、ギラティナ V スター。これ、外れ一例に書いてありましたね。ギラティナ V スター UR。まあ、強いからね、いいんだけど、全然。ギラティナ V スター。まあ、これは V スターユニバースに入ってる当たり枠だな。うん、これが大体今1万円ぐらいじゃないかな。しないかな、そんな。8000円ぐらいか。ギラティナ V スター、ちょっと前は、高かったよね。2万円ぐらいした気がする。2万ちょっとした気がするんだよね。今はね、だいぶ落ちて、7000円ぐらいだと思います。この調子でいければ、だいぶ、勝てる見込みはある。いきます。
ドン。3口目。はい。中あたりぐらい引きたいね。せーの。あー、ギラギラ V スター、また同じです。はい。3口目、ギラギラ V スター。うん。で今ね、多分10何万だろうな。まあ、だから13万ぐらいかな、今な。次行きましょう。行きまーす。4口目。せーの。シュッと。見ていこう。ドン。お、コライドン EX-SAR ですね。この子、うん、そうだな、まあ、未来ドンだったら1万円ぐらいは行くんだけど、コライドンだとそんなにいかないな、多分8000円ぐらいだと思います。デデンネがここにいてね。でもコライドンのイラストいいよね。うん、これね、一度僕、あのバラパックから当ててますね。スカーレット・バイオレットのね、スカーレットの方に、収録されてて、でその時のね、トップレアがサーナイト EX の SAR なんだけど、まあ、コライドンのね、SAR は、まあ、僕イラストが好きなんで欲しいって言ってね、結構あの、喋ってた気がする。コライドンの SAR。このコライドンにもね、ここに古代って入れてほしいよな。古代バレットにワンチャン入れたい。次行きましょう。スッと。さあ、これでね、半分の5口目です。行きます。5口目、半分。せーの、当たり来い。あー、来たー、当たり来い。あー、来たー、マリー、来た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 、これはでかい、当たりです。当たり枠、シールドマリー、やったー。お互いのプレイヤーはそれぞれ自分の手札を全て裏にして切り、山札の下に戻す。その後、自分は5枚、相手は4枚、山札を引く。強いですね。マリー来ました、大当たり。これ当たり枠でイラストでありました、マリー、やったね。今大体ね、価値で言うと12万ぐらいかなになりますね。12万ちょっと。いや、マリーはでかい、やった、残ってたか、10口の中に。やったー、これは嬉しいですね。ここでマリー引けたのは、いや安心。いや、5口目で当たり引けたのはめちゃくちゃ安心。さあ次行きましょう。大当たりを引けた俺は強いっすよ。今ノリ乗ってんな。こっからちょっとポンチョピカチュウ出ても全然いいよ。ポンチョピカチュウ引いたらもうめちゃくちゃ得ですからね。行きます、6口目。せーの、アサーナイト EX。 これさっき言ったやつですね。スカーレットっていうボックスのトップレアですね。これあの、まあ、進化前がね、あのラルトス、キルリアでサーナイトになるんですけど、まあ、3枚ね横につなげるとね、イラストになってるっていう、あの成長過程が見れるような、ね、イラストになってるんですよね。サーナイトがさ、編み物のお手伝いしてるのいいよね。サーナイトもね、ティア1に輝いためちゃくちゃ強いデッキですからね。サーナイト今1万ちょっとかな、多分だと思いますね。さあ次、7口目ですね。ワンチャンこれ元取った説ない、当たりこれでポンって引いたら絶対取れる。7口目、せーの、あ、ミライドン EX-SAR。 おー、ミライドン、シュッて入れて、はい、ミライドンの SAR ですね。これ1万円ちょっと、1万1000円とかだと思います。これね、タンデムユニットっていうね、雷タイプの種ポケモンを 2匹あのベンチに出せるっていう、まあ、1人でバトルビップパスがねできちゃうっていうね、うん、まあしかも最初のターンだけじゃなくて、あのいつでも使えるんで、これが強い。ミライドンいいですね。これね、バウッツェルですかね、がこの家からね、外見たらミライドンがね外にいるっていう。この人の家めちゃくちゃいい家だな。バウッツェルかわいい。パピモッチの進化系ですね。ミライドン EX-SAR。 大当たりではないけど、まあ俺の中では結構嬉しいな。バイオレットからそういえばね、ボックス結構僕開けてるけど、いまだにね、ミライドンの SAR は当ててないかもしれない。さあ次行きましょう。シュッと、はい、こちら行きます。これ9口目かな、8口目か。行きます、8口目。せーの、お、コライドンのプロモカードだ。おー、 AR、 これプロモカードですね、コライドン。これ何のプロモカードかっていうと、あのシールド戦っていうのがあって、一つのボックスをまあ分け合って、そのボックスから出たカードだけでデッキ組んで戦うっていうのがシールド戦っていうんですけど、ポケモンカードって大体ね、サイド、まあそれ全部取り切ったら勝ちなんですけど、そのサイドっていうのが6枚あるんですよ。だから6枚取り切ったら勝ちなんですけど、このシールド戦に関しては4枚で、サイドは4枚でね、シールド戦は行います。シールド戦のね、確か、上位入賞者とかに、これが配られた気がします。コライドンのプロモカード AR ですね。これちなみにミライドンもあります。これね、ミライドンが、当時のね、当たり枠みたいな感じでした。まあ、当たり枠というか2択なんだけどね。コライドンかミライドンの、このプロモのシールド戦の AR が、どっちかもらえるみたいなやつで、ミライドンだったらイエーイ、コライドンだったらまあまあまあ、みたいな。のコライドンです。まあ、ミライドンだったらね、だいぶ勝ちなんだけど、これ。いや、でもね、俺、このプロモのシールド戦の AR 欲しかったから嬉しいわ。さあ、次行きましょう。9口目になりますね。スッと抜いて。行きます。9口目。せーの、ここらで当たり来い。モミ、懐かしい。モミね、これ、その後回復したポケモンについてるエネルギー全て取らせてるっていうね。これ、インテレオンとめちゃくちゃ噛み合ってるんですよ、このモミ。これも8000円ぐらいかな。ここでモミが出てくるとはちょっと意外だったな。ここで、運命の分かれ道ですね、ここ。これが、
8000円とかだとちょっとうんって感じかな。でもどうなんだろう、今元取れてる説ない？もう30万いってる説あるよね。まあ状態とかにもよって変動はありますけど、ちょっと単純計算してみます。トントンで、ここで多分22、24、25、26、276,000ぐらい、283,000、29万で、多分30万ぐらいだと思う、うん、だから多分このカードによっては1万円以上のカードだったら、30万円は超えるね。だから買った時より得する形になってる。ここでね、勝ちか負けかが決まるかも。ラストでだ、1万円以上出せば多分勝ちだとは思う。まあでもね、俺が持ってないカードとか出てくるのが一番嬉しいかもしんない。それでは行きます。当たり来い、せーの。おお、来たんじゃないこれ。ミュウツー&ミュウジー X、 これはいいんじゃない。お、HR か。HR どうなんだろう。 UR だと、多分ね3万いかないぐらい、2万5000ぐらいなんだけど、 HR は多分ね1万5000とかだと思います。1万円減みたいな感じだったと思う。ミュウツー&ミュウジー X ですね。これミラクルツインっていうボックスの、まあ、正面の、ミュウツー&ミュウの、HR です。これね、スペシャルアートだとね、頬杖ついてる、ミュウツーで、後ろでケタケタ笑ってるミュウみたいな感じだったイラスト。ミュウツー&ミュウジー X の HR ですね。多分1万5000円だと思います。あ、これはもうあれですね、多分勝ちだと思う。やったー、最後の最後でいいカード出たわ。はい、ということでね、以上になります。いいんじゃない、かなりこれはなかなか喜べる結果だったと思いますよ。今回のオリパ開封の結果、ギラティナ V スター UR、 ギラティナ V スター UR、 コライドン EXSAR、 モミ SR、 サーナイト EXSAR、 ミライドン EXSAR、コライドン、プロモカードシールド戦の AR、 ブルーの探索 SR、 ミュウツー&ミュウ GXHR、 シールドマリー、これ当たり枠です SR、 そしてラストワン賞、ヒガナ SR ですね。はい、ということでこんな感じの結果になりました。俺の見立て多分勝ちです。これは嬉しい。これ気合い入れて買ったオリパで勝てるのってなかなかないと思うんで、めっちゃ嬉しいです。俺オリパのね、運結構いいんですよね。昔にも超目玉の大当たり、レックザ VMAX HR の PSA10 ぶち抜いたりとか、シールドマリーの PSA10 ぶち抜いたりとか、結構ね、俺オリパ運ついてるんですよね。ちょっと今度さ、一か八かオリパみたいなちょっと買いたいな。外れはちょっとしょうがない。ただ大当たり引くと PSA10 の夏ポケカの、ブースターとかシャワーズとか、まあ、サンダースが当たるやつとかね。いやー、ちょっと今度ね、奇跡的大当たり見せたいな。まあでもね、本当に俺オリパ買うと本当にマジで大当たり見せれてると思う。オリパと多分ロードシルクかなり相性いいですね。いやー、これシールドマリー引けたのマジでよかったな。この子がいるかいないかで結果変わってたもん。いや、いいですね、やっぱオリパ面白いわ。うん、コレクションにこれぶち込みます。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。2024年もね、オリパーなんか面白そうなのあったらね、買っていきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。ということで、それでは